こんばんは、皆さん。では今日も自分とつながるセルフヒーリングの時間を始めさせていただきます。今日は自分とつながるセルフヒーリング腰痛編をさせていただきます。講師をさせていただきます、福井みどりと申します。よろしくお願いします。毎月参加してくださっている方もいらっしゃるんですが、いつもありがとうございます。ではですね、今日は腰痛編ということで、さらに細かくその方のお悩みに合わせてセルフヒーリング、簡単、本当に簡単なものですね、をさせていただきます。もちろん自分自身にも、していただけますし、ご家族とか、周りの人にも、していただけますので、今日少し覚えていただいて、また、生活の中で実践していただければと思います。はい。ではですね、最初に皆さんに質問なんですが、日本の腰痛人口は何人ぐらいかご存知ですか？ねえ、それぞれに何人ぐらいだろう、多いのかな、少ないのかな、それぞれに思いがあると思うんですけれども、皆さんご存知の通り、今最近では接骨院とか整骨院とか整体院とかね、巷にすごく溢れていますが、そうですね、そこに書いてある看板の中で1人を争うぐらい看板に書いてあるのが腰痛なんですね。だいたい肩こりと腰痛、その次に膝あたりですかね。非常に腰痛で悩んでいる方が多いんですね。で、実は、日本の人口の4人に1人が腰痛に悩まされていて、約2800万人の方が腰痛だそうです。多かれ少なかれということですね。この中で結構腰痛なんだっていう方いらっしゃいますか？そうですね、ちらほらいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。はい、腰痛の原因というのは本当に様々なんですけれども、実は原因というものがあったとしても、脊椎が歪んでいるんだとしても、その腰痛が出る方と痛みが出ない方といらっしゃるんですね。それで実はその痛みの 80% ぐらいが実は原因不明と言われています。もちろん中には内臓疾患とか脊椎の疾患で腰の痛みとは関係のない病気が原因で腰痛が起きていることもあります。その場合は他の症状が出ていますし、何か重大な病気が体の中に潜んでいる時もありますので、何か他にもいろいろ症状が出ているんだと感じたら、すぐに医療機関に行って、診察受診した方がいいんですが、多くの場合の腰痛の原因なんですが、皆さん何だと思いますか？それぞれにまた何か何だろうと考えていらっしゃると思うんですが、大きく2つあります。1つは皆さんがよくご存知の通り運動不足です。そしてもう1つ見逃せないのが、実は心理的なストレスです。実はこっちの方が多いかもしれないです。運動不足の場合は、運動不足によって結局腰の周りとか脊椎ですね、脊柱を支える筋力とか、そういった筋力が衰えてまた動かさないことによって起きた柔軟性の低下によって起きているそのことですね。脊椎とか腰椎ですね、腰椎、また骨盤あたりに非常に筋力が減ったことで負荷がかかってしまって痛みにつながったりとか、変に筋肉が柔軟性が低下したことによって凝り固まったりして、それで起きている、血流が悪くなって起きているその腰痛というのもあります。これを解消していく場合にはですね、何をすればいいかというと、効果的なストレッチとか、運動ですね、筋力強化の運動、はい、している方ももちろんいらっしゃると思いますし、整体とかに行って姿勢矯正
していただくのも効果的だと思います。また、この、サイトのセミナーでですね、腰痛の運動法とか教えてくださっている講師の先生もいらっしゃると思いますので、ぜひそれも、受講、していただくのもいいと思います。ですが、整体とか整骨院、腰痛で行かれたことがある方はなんとなくわかるんですが、行った時はいいんだけど、矯正してもらった時は一日はいいんだけど、次の日からやっぱり痛いんだ。会社に行ったら痛みが増したんだ。旦那さんと喋ったら痛みが増したんだ。こんな方もいらっしゃると思います。これは何かというと、ストレスです。腰痛というのは実は非常に心理的な要因が加わっているんですね。それも自分の無意識の領域の心の作用が非常に腰に、作用するんです。じゃあどんな人が腰痛になりやすいんでしょうか。なんですけれども、大きく分けて3つあります。はい。もし腰痛、だという方は少し照らし合わせ、自分の心理状態と照らし合わせて、ちょっと見たくないこともあるかもしれませんが、一つの参考に、していただければと思います。一番は、とてもストイックな方。この中でそういう方がいらっしゃるでしょうか。なので、いつも人を助けたい方。助けてもらうよりは、いつも助けたいと、助けてあげたい、助けてあげたいと、すごく頑張る人です。なので、他の人の助けをもらうことを良しとしません。それでいつも頑張って胸を張って、助けてあげないと、助けてあげないと、とします。そういう方が腰痛になりやすい人です。じゃあ、2番目。完璧主義。です。すべて完璧にいかないと、本当にイライラするので、細かいことが気になるんですね。で、明日完璧にうまく進むのかと考えると、不安で心配でちょっと夜寝れなくなったりとか、明日は明日だと思えないんですね。なんかいつも完璧にしないと、お掃除も洗濯もお食事も完璧にしないと、といつも頑張ってしまう方。なのでとても自分に厳しくて、少し周りにも厳しくなってしまうかもしれません。3番目、理想が高い方。これは現状に満足ができないので、この方も頑張ってしまうんですね。この方も人に助けてもらうことに満足できないんです。なぜなら理想が高いから、ちょっと何か手助けしてもらっても、ああ、それじゃないんだけど、コーヒー、美味しいコーヒーを旦那さんが入れてくれても、ああ、この入れ方じゃないんだけど、なんて、これは冗談ですけれども、このように、現状になかなか満足できなくって、こうなったらいいのに、ああなったらいいのに、と言って、理想を高く持ちすぎている方。こういう方が少し腰痛になりやすい傾向です。何かというと、いつも頑張って真面目な方。すごく頑張るんですね。頑張る方が、腰痛になりやすい傾向にあります。それで、そういった方は心の余裕がなくなってしまうので、なかなかリラックスする時間とか、自分の時間を持つことが、できない方が多いので、今日のセルフヒーリングは、ぜひ、周りにそういう方がいたら、今日のセルフヒーリング、本当に簡単に1分とかでできるヒーリングなので、ぜひ教えてあげてほしいんですね。はい、もちろんご自身にも、してください。それで、今日はですね、そういったセルフヒーリング法ですね、BHP といって、お箸とか、ちょっと先の尖ったもの、もしそういったものがなければ、指のこの爪、でもできますので、それで、腰痛ポイントですね、
とかを、少し押していきながらヒーリングする方法と、もう一つはそういった押す方法ではないんですけれども、姿勢ですね。少し姿勢の腰痛を軽くする姿勢の取り方、座り方っていうのを、させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きが気になる方は、ぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。